今日の花粉飛散予想をお伝えします。今日は花粉の飛散量が多くなりそうです。まずは天気アイコンで見ていきましょう。晴れのアイコンとなっているところが多くなっています。仙台や東京で雨のアイコンがありますが、現在低気圧の影響でまだ雨が降っているところも、この後は天気が回復し、午後になりますと日差しが届くところが多くなります。そのため全国的に穏やかな空、また気温が上がり春の暖かさとなりそうです。ということで花粉の飛散量が多くなります。こちら花粉飛散予想を見ていきますと、新潟から福岡にかけての西日本、東日本など広く非常に多いとなっています。東京も雨上がりで花粉の飛散量が多くなる予想です。仙台でも多い予想となっており、広く花粉の飛散には注意が必要となります。しっかりと対策を行いましょう。また洗濯物を外干しをされる方も、取り込む際はしっかりと花粉を払い落とすようにしてください。お天気アプリウェザーニュースでは花粉の飛散についても確認することができます。ぜひご活用ください。